周東湖は中国の女優、河北省石化創氏出身、超警防監督の三座氏の木の下ででデビュー。可憐なヒロインを演じて人気が沸騰し、中国では13億人の妹と呼ばれた。第5回アジアフィルムアワード新人賞、2011年、上海映画批評歌賞最優秀新人賞も受賞している。2015年、北京電影学院を卒業。 2016年のソウルメイト7月と安政で第23回香港電影評論学会大進む最優秀主演女優賞第53回金馬進む最優秀主演女優賞を受賞2020年の少年の君で第39回香港電影金像進む最優秀主演女優賞第33回金継進む最優秀主演女優賞 第14回アジアフィルムアワード最優秀主演女優賞などを受賞。恋するシェフの最強レシピで共演した金城武のファンであり、カレンダーを買ったこともある。恋するシェフの最強レシピの撮影では、ホテルを貸し切ってのロケは時間に制約があるため、36時間以内に終わらせる必要があり、金城岳は不眠不休の撮影に挑み、難なくやり遂げ、かっこいいだけじゃなく、 体力があることにも驚いたという秘話を明かしている。ありがとうございます。